ご視聴の皆さん、いらっしゃいませ。海夏です。プレイステーション4版ドラゴンクエスト11初見プレイ全縛り中で攻略してます。よかったら最後まで見ていってくださいね。では本来の目的地だったこちらですね。ムスピ山地の、左上の方にあるダンジョン、荒野の地下迷宮ですね。ここのどこかに、サブクエストの誰だっけ、なんか腐った死体の父親さんがいるらしいんで探しましょう。お、こんなところに、この人か。ええ、なんじゃって、よく聞こえんぞ。わしがコルドの父親かって。何を言っておるのじゃった、わけもの。わしはコルドの祖父のリカルドじゃ。息子のスミスと一緒にされちゃ困るわい。スミスならかぐわしい香水を作るために奥の研究室にこもっておるぞ。なるほど。研究をしてるのか。じゃ、これまた別人か。私。ん？コルトの父、違う。私、まだ、腐りたて。言うなれば、まだ、ピチピチの死体。ははは、ピチピチなんだ。そうか。じゃあ、奥行ってみますか。これまた別か。僕がコルトちゃんのパパかって。そんなわけないじゃん。僕はハンスケ、まだ8歳だよ。8歳で腐った死体になったの、かわいそすぎるだろう。こんなところに隠れていたが。おや、旅の方とは珍しい。こんな迷宮の口まで訪ねてくるとよほど大切な御用がおありか。海夏はメダル女学園の生徒コルトの父スミスを探していると話した。いや、それはご苦労であったな。私がコルトの父スミスだ。して我が娘コルトに何を頼まれた。海夏はコルトがかぐわしい香水を欲しがっているとスミスに話した。それはかわいそうなことをした。あの子も年頃の娘だ。さぞつらかったであろう。近頃この辺りに凶暴な魔物が出現して、我らも浮かずには外を歩けなくてな。各地への配送が遅れていたのだ。旅の方、わざわざ娘のためにかぐわしい香水を取りに来てくれて、本当にありがとう。さあ、受け取ってくれ。我ら自慢のかぐわしい香水だ。自慢なんだ。それでは旅の方、頼んだぞ。我が娘コルトにかぐわしい香水を早急に渡してやってくれ。かぐわしい香水を手に入れた。メダル女学園の校長室前にいるコルトに渡してあげよう。はい、ようやく目的達成しましたね。では、帰りますか。さて、メダル女学園に届けに行こうかと思ったんだが、ここを忘れていた。報告。なんてことざます。そろそろ、地獄のクルビをやっつけて、地獄の火炎石を手に入れたざますか？はい。渡したよ。これが地獄の火炎石ざますか。おっほっほ。これで蒸し風呂の温度を上げて、ツルツル美肌効果もバッチリざます。まったく、あてくしってば親切さんざます。使えない蒸し風呂屋のために、わざわざ地獄の火炎石を用意してあげるなんて。あーた、あてくしのことを女神様みたいだと思ったざますね。もっともっと、褒めてもいいざますよ。おっほっほっほ。気分もいいし、報酬は奮発するざます。さあ、
取っておくざますよ。5個かよ。お肌ツルツルの前に、サウナでダイエットしような。頑張れよ、女神様。さあ、届きに来ましたよ。旅の方、お戻りになられたのね。それじゃあ、私のかぐわしい香水をもらってきてくださったの？はい。ああ、この素敵な香りは、まさしく父の作ったかぐわしい香水。ありがとうございました、ビビットさん。これで私、生きていけますわ。死んでるだろう。これは私からの感謝の印ですわ。受け取ってくださいまし。あ、そうか、これ防具だったね、サタンヘルム。呪われていないんだろうか。まあ装備できないからいいんだけど。さあ、次行きましょう。では次なるサブクエのうち、クレイモランを目指しましょう。イベントですね。なんだろう。いい潮風だわ。さあ、ここを抜けたらいよいよ外界よ。気を引き締めていきましょう。お、この服装は違うんかな。演奏の方から音がしたようだけど、何かしら。ウミナちゃん、悪いけど、ちょっと様子を見てきてちょうだい。泥棒か。え、神じゃん、やっぱり。何をしている？もしゃもしゃ、うん。盗んでるな。様子が怯えている。様子がおかしい。ウミナちゃん、大丈夫？みんなも連れてきたわよ。って、か、カミちゃん。うん、カミよ。やはり生きておったか。お主ならただでは転ばぬと思っとったよ。さすがカミちゃん。でも本当に良かったわね、ウミナちゃん。だね。許してください。この様子のおかしさは、記憶を失ってるパターンか。態度がおかしいもんね。俺、もう3日も飲まず食わずで。この船に食べ物が積まれるのが見えて、それで、つい出来心で。カミちゃん？うわぁ！一体どういうことだ？この男、カミではないのか？あの、俺の名前は多分、カミで合ってますけど。でも、どうしてそれを？あなたたち、もしかして俺のこと何か知ってるんですか？お主、まさか記憶を失っておるのか？俺、昔のことを思い出せないんです。気づいたら世界はひどいありさまだし、本当わけがわからなくて。覚えてるのは自分の名前と、何か大事なやらなくちゃいけないことがあったような。それくらいしか。こんなこと頼める義理ないですけど、もし俺のこと知ってるなら、あなたたちに同行させてくれませんか？特に、あなたといれば何か思い出せそうで。盗み食いした分は弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。
確かにわしらと行動を共にすればいずれ記憶も蘇るかもしれんの。それに今の神ちゃんをこのまま放っておくのは危険だと思うのね、海奈ちゃん、連れて行きましょう。いいえ、選べないわな。なんかどっかでなんか療養させとくっていう手もあるかもしれんけどね。はい、ありがとうございます。俺、邪魔にならないよう頑張ります。神が再び仲間に加わった。なんだろう、記憶喪失だから戦力にならないかもしれないね。なんか呪文とか特技とか使えなさそうだしね。なんだかムツムツするわ。ベロニカちゃんが今のあなたを見たらきっと笑い転げるでしょうね。何のこと？まあ、見ようか。能力は別に普通だね。あ、呪文は覚えてるね。あー、特技覚えていない。スキルパネルは？あー、ポイントがあるけど何もない。そうか。記憶蘇るまで戦力外やな。待機しててもらおうかね。まあ、とりあえず、目的地のクレイモラン行きますか。あー、で、ここ通れないのか。ぐるっと回らないとダメっぽい。イベント？何よこれ。前はこんなのなかったはずだわ。これじゃあこの先に行けないわね。まさか氷山が黄金になるとは、一体何があったというのじゃろうか。仕方あるまい。別の場所で仲間を探した方が良いかもしれぬな。そうすればそのうちこの先へ行く方法も見つかるじゃろう。黄金に輝く氷山が浮いている。どうやらこの先は通れなさそうだ。なるほど。え、これ上からも来れないのかな。上行ってみようか。さあ、それではここから行けるか試しましょうかね。なんだって、今は何も起きないようだ。残念。本当にクレイモラン行けないんだ。そしたらあと行けるのが、もともとメインで行けって言われてたヴァンデルフォン地方だね。じゃあそっち行きますか。ではクレイモランに行けなかったんで、ヴァンデルフォン地方におとなしく行こうかと思います。さあ、着きましたね。え、イベントだった？荒れている。急に荒れてきおった。おい、俺宛て。貴様の船、これ式で沈んだりしないだろうな。今、荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。おっと、これはあいつではないのか。匂う、匂うぞ。命の匂いだ。今の声は何だ。なあ、
あーやっぱお前か。我が名は破壊君王ジャコラ。魔王様よりこの梅を滑るよう賜った。我が海を汚す雑魚どもめがその命魔王様のためもらい受ける。ほんのれバキャン、わしらを舐め腐りよって見ておれ。お、早速グランドクロス。なんとりゃ。お、弾かれた、もしかして。な、なぬ、わしのグランドクロスが効かぬじゃと。どうなっておるんじゃ。魔王様より授かったレッドオーブの力を使えば、そんなもの我には効かぬわ。おお、こいつがレッドオーブを受け取ったのか。そうか。神の宝だったの。海の底に沈め。あ、沈没させられる。ああ海夏。え、主人公だけ振り下ろされた、もしかして。場面転換。おっと、ここはどこだ。まるで天国かのような場所じゃないのか。狭間の世界というか、夢の世界というか、そういうところっぽいね。どちらにしろめっちゃ綺麗なとこね。まあ、特に何もないから、あの小屋のとこ行こうか。とりあえず上にいる人に話しかけたらいいんかな。上に行けるっぽいが、まずは中だ。ああ、特に本はないか、さすがに。じゃあ、はしご登って上に行きましょう。あれ？変わったぞ。女性に変わった。誰だろうこれ。ん？なんじゃ、誰かと思えばお主か。驚かんでもええ。ここは天国でも地獄でもない場所。安心するがよいぞ。ほれ、ぼーっとし、ぼけーっとしとらんで。お主も釣り糸を垂らすがえ。そこに釣り竿が置いてあるじゃろ。はい、まあしましょうか、言われてるんで。また変わった。なんじゃジロジロ見よって、わしの顔に何かついとるか。うん、マスクがついてる。うん、わかったぞ。わしのこの姿が気に入らないようじゃな。ではこれならどうじゃ。叩くと思う。兵士になったか。ん？この姿もダメか？ならばこれでどうじゃ。犬。犬いいな。あ、ね、さっきの姿いいな。
わしの姿が定まらんとこを見ると、お主わしのことを知らんようじゃな。名乗ってみしな。お主の世界では、わしは預言者と呼ばれておる。あれ、これ昔いたっていう人だよね。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じて、わしの姿は変わるのじゃ。ところで、どうじゃ？何か釣れたか？いや、全く。だろうな。今はまだその時でないということじゃろうて。釣れる時には釣れる。来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと。それが寛容じゃ。そういえば、お主の仲間にも会ったことがある気がするの。名前は確か、カミュと言ったか。ここに来たのか？まあよい。わしは部屋に戻るとしよう。あれ？あれか、預言者に占って勇者と出会うんだっけか、神は。なんかそういうことを昔々言ってた気がする。ここに来たことがあるってことか、神は。こんなところで恥ずかしい呪い。ほれ、苦しゅうない。そこに座れ。さて、ここに来たということは何か道に迷っておるな。ちょいと失礼するぞ。いや、別に道に迷ってるわけではないのだが。うん、お主勇者の力をなくしたと思っておるな。ああ、抜き取られたからね。残念だが、わしにできることは何もない。ただ一つ言えることはある。勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、力なんてもんは見えやしないし、触れもできん。簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。特に勇者の力なんてもんはね。なんじゃ、まだわからんのか。ま、今はそれでよい。釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。そういえば、お主今溺れかけとるんじゃっけ。ま、案ずるでない。大樹が言っておる。お主はまだ倒れる運命にないとな。さて、いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者。やるべきことは決まっておろう。世界を救え。いい音。パチン。さて、みんなは無事だろうか。お、シルビアは大丈夫っぽい。ああ、ウミナッちゃん、よかった。気がついたのね。もう心配したわって感じだ。おみなつが海に落ちた後、わしらはなんとかお主を助けようとしたんじゃ。しかしあの状況での救出は絶望的でのう。黒い海に飲み込まれて、もう二度と戻らぬものかと思ってしまった。そんな時じゃった。突然、あたりが光に包まれて、お主が海の底からな、上がってきたのじゃ。わしは腰を抜かしそうになったがの、なんとかお主を助け、魔物の猛攻を切り抜け、ここまで逃げおおせたってわけじゃ。お、ジャコラから逃げ切ったのがすげえな。うみなっちゃん、どうかしたの？
え？さっきまで不思議な場所にいた？次々と姿を変える預言者と出会った？もうみなっちゃんったら、気を失ってる時に夢でも見たのね。みなつよ、疲れているのだろう。船員の宿舎を貸してもらえるそうだから、そこで一晩休もう。あれは一体夢？幻？音が。もうなんか文字が浮かび上がってる。勇気を胸に、イカズチを手に。イカズチとは何を表している？ライデインか。どうしたんじゃ？ぼーっと海など眺めて。ほれ、今は元気になることが先決じゃぞ。みなたちは船員の宿舎を借りて一晩泊まった。まあ、とりあえず仲間かけることなく、ちょっと待ってよ。さっきのイベントに神がいなかったけど、神どうした神いなかったよね。いるのか、あいつ。あ、一応あれか、パーティー欄にはいるな。さあ、では、ネルセンの宿屋行ってきますか。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。